やあ皆さんこんばんは、イムロエイスケです。このチャンネルでは日本の未解決事件、解決済みの事件も含めて様々な事件の検証や考察、紹介をしてまいります。それでは始めましょうか。八戸市女子中学生刺殺事件。八戸市女子中学生刺殺事件は1993年に青森県八戸市の閑静な住宅街で起きた未解決事件。事件発生における空白の時間や犯人の遺留品、そして被害者が帰宅を早めた理由、なぜ未来ある女子中学生が刺殺されたのか、数々の不可解な謎に今回も迫ってみたい。事件の概要。八戸市女子中学生刺殺事件は1993年10月27日水曜日、八戸市城下4丁目の住宅で、この家に住む八戸市立第二中学校2年生の宮古若菜さん当時14歳が自宅で刺殺され、看護師として病院で働いていた母親の A さん当時46歳が帰宅して若菜さんの遺体を発見した事件。若菜さんは事件当日の18時頃に家に帰宅、その後18時15分から18時20分の約5分の間に近所に住む計16人が若菜さん宅玄関のガラスが割れる音を聞いており、その中の一人は外に出て確認したが、そこには誰もおらず、中には助けてという若菜さんの叫び声を聞いた人もいた。18時23分頃に母親の A さんが帰宅、玄関には鍵がかかっておらず、若菜さんは A さんの寝室である6畳まで仰向けの状態で、口には粘着テープが貼られ、両手も後ろ手に粘着テープで縛られていて血を流して倒れていた。 A さんはすぐに外へ出て助けを求め、近所の人が慌てて110番通報。この時の時間は18時25分、18時27分に119番受理、18時38分救急隊員が現場に到着し若菜さんの死亡を確認した。割られた家の玄関ガラスは外側に向かって破片が散乱していたが、玄関から廊下には引きずられたような若菜さんの痕跡が残されていたことから、若菜さんが玄関まで逃げて膝で玄関ガラスを割った後に犯人に捕まり、母親の寝室まで引きずり戻されたものと思われる。室内には物色された形跡はなく、玄関、リビング、浴室の脱衣所に設置されている3箇所の窓はいずれも施錠されていなかった。若菜さんの体には玄関ガラスを割った時に切ったと思われる左首、右ふくらはぎ、左膝など数箇所に切り傷があったが、致命傷となったのは鋭利な刃物で心臓を一突きで貫通する刺し傷であり、死因は失血死。若菜さんの上半身は八戸市立第二中学校指定のジャージにパーカーを羽織っていたが、下半身は裸で、その上には座布団がかけられており、性的暴行をされた痕跡はなかった。また若菜さんが着用していたと思われるトレーナーのズボンと下着は若菜さんの頭の右横に置かれていた。青森県警は若菜さんの遺体状況や室内に物色された形跡がないことから、物取りや強姦目的ではなく怨恨による犯行との見方を強め、延べ11万9000人の捜査員を投入。青森県警には約1100件の情報が寄せられ、重要参考人を含む約600人から事情聴取を行ったが、結局有力な手がかりは得られず、2008年10月27日午前0時をもって本事件は15年の殺人罪における公訴時効を迎えることとなった。本事件の捜査を指揮した青森県警本部長の佐藤隆刑事部長は、公訴時効を迎えたことに対して、
組織を挙げた懸命な捜査をしたが誠に残念とのコメントを発表した。若菜さんの足取り。若菜さんは事件当日7時25分登校のため自宅を出る。14時25分に当日の授業すべてが終了、清掃時間に入る。その後15時30分から17時30分の2時間陸上競技の部活で河原を走る練習を行っていたことを部活の顧問が証言。陸上部の練習を終えた若菜さんは17時40分ごろ友人2人と共に八戸市立第二中学校から下校している。普段の若菜さんはいつも帰宅途中にある食料品店に寄り道をして18時30分ごろに自宅へ帰宅していたが、この日の若菜さんは友人に対し、今日は18時までに帰宅し20分ごろまでは家にいなければならないと言い、寄り道をせずまっすぐ自宅へ帰宅したいという。疑問に感じた友人は若菜さんにその理由を聞いたが、若菜さんは言葉を濁して答えなかった。 JR 東日本の本八戸駅前で友人2人と別れ、若菜さんは1人で自宅に向かっている。この時の時刻は17時53分。徒歩で八戸バイパスと国道45号線を経由して城下4丁目に向かった場合、距離にして800メートル、一般的な歩行速度は時速 4km と言われている。このことを踏まえて計算すると時間にして約11分から12分かかる。この歩行速度はやや早足で歩く速さ。若菜さんは18時までには帰宅したいと友人に言っていたことから、最低でも若菜さんは時速 4km で歩行していたと思われる。よって若菜さんが自宅に着いたのは18時5分だったと推測する。なぜなら17時58分に通行人が若菜さん宅の明かりがついていないのを確認していることからも、この時点ではまだ若菜さんが自宅に帰宅していないことを裏付けている。したがって若菜さんが帰宅したと推測される18時5分から近所の人たちが若菜さんの叫び声を聞いた18時15分の10分間に、若菜さんと犯人との間で刺殺事件に発展する何らかのトラブルが発生したと思われる。若菜さんは宮古家の長女で、両親と兄2人の5人家族で八戸市城下4丁目の平屋住宅に暮らしていた。若菜さんの父親 B さん当時47歳は年間を通じて関東地方で働いており、半ば単身赴任のような感じで仕事で家を空けることが多く、事件当日も自宅には不在だった。若菜さんの兄である長男の C さん当時21歳も事件当日は仕事で他県に住んでおり不在。もう一人の兄である次男の D さん当時16歳は青森県立八戸高校に在学中。したがって若菜さんが事件当時に同居していたのは母親の A さんと高校生の次男 D さんだった。事件当日の D さんは7時30分には青森県立八戸高校へ登校するために家を出ており、在籍していた応援団部の応援団長も務める部活動などで事件発生時は自宅にはまだ帰宅しておらず不在。母親の A さんも仕事へ行くために玄関をしっかり施錠してから乗用車で出勤。この時の時間が7時30分。ただこの日の A さんは仕事が終わった後に寄り道をしており帰宅時間が遅れていた。ちなみに自宅の鍵は A さんと B さん、そして若菜さんの3人がそれぞれ所持していた。犯人の遺留品。犯人の遺留品と思われるタバコの吸い殻2本と缶コーヒー1本が若菜さん宅の6畳居間から発見された。タバコのナンバーから6畳居間に残されていたのは日本タバコ産業盛岡工場で製造されたパックのマイルドセブンライトと見られている。マイルドセブンライトは1985年7月から発売されたタバコで、八戸市内では販売量がベスト3に入る人気銘柄だったという。日本タバコ産業の関係者によると、このパックは一般小売店では買えず、基本的にスーパーやコンビニなどでしか扱っていないが、自動販売機でバラ売りされていることもある。若菜さんの家族に喫煙者はいなかったことから、犯人の遺留品と思われる。このタバコに付着した唾液を検出すれば、DNA の検出も可能であったが、青森県警は、1995年度まで DNA 型鑑定を鑑識課に導入していなかった。これは47都道府県の警察組織の中で最も遅かったことになる。なお、指紋は検出されなかったが、
当該タバコを吸った人物の血液型は2本とも同じ血液型だったと特定。しかし青森県警は血液型の種類までは公式発表をしていない。青色に塗装された缶コーヒーは灰皿代わりに使用されていたことから吸い殻と同じく犯人の遺留品と見られている。また若菜さんの口には布製の粘着テープが貼られていたが、これは日東電工社製の粘着テープと見られている。750ナンバーの段ボール色で幅のサイズは5センチメートル。現場付近では JR 本八の駅前のスーパーだけで売られていた。紙製の粘着テープより値段が高く、スーパーの店員によると1日に1本売れるかどうかというくらいの商品で、買う人は非常に少ないという。 JR 本八の駅前のスーパーで事件当日の午前中、犯行に使われたものと同型の粘着テープを購入した男性が目撃されていたが、青森県警捜査本部によるとこの男性は市内の会社員、当時49歳で、11月2日までに自ら名乗り出て事件とは無関係であることが判明している。現場家屋周辺から複数の種類の足跡と、室内からは若菜さんや家族とは異なる数個の指紋や毛髪、繊維品を採取して関係者との照合作業を続けていたが、合致せず解明には至っていない。そして事件発生直後の18時30分頃、若菜さん宅の斜め後ろ、現場の西側にある駐車場から走り去った軽自動車が近所の人に目撃されている。目撃者によると、その軽自動車が走り去ったのはちょうど現場に向かってきた救急車のサイレンが聞こえた時間で、それが18時30分頃だった。目撃された車種は三菱製のミニカトッポで、色は黄色。この車は1990年から1993年まで生産されていた。車の後部ガラスの内側にはビニール製の赤い唇の飾りがあり、後部側面にも白い網のアクセサリーが付けられていた。この車は事件発生の約2ヶ月前となる1993年8月頃から若菜さん宅裏手にある駐車場に無断で駐車しているのを何回も目撃されている。母親の A さんも若菜さんと共にこの無断駐車をしていたミニカトッポを目撃しており、車の形が可愛らしかったので次はこんな車がいいねと若菜と話したと証言している。このミニカトッポを運転していたのは薄手の白いシャツを着た男で、ネクタイはしていなかった。事件後からこの車が目撃されなくなったことで、捜査本部は事件との関係性を強め、所有者の割り出しに乗り出した。同型車で青森県内と岩手県北で登録されたものと、青森県内を走っていた他県ナンバーの同型車は約1900台あり、そのうち黄色のミニカトッポ約680台を操作したが、所有者の特定には至らなかった。このミニカトッポに関する情報が新聞等を通じて世間に公表されたのは、事件から実に3年が経過した1996年のことだった。また不審者情報として、事件発生直後に現場付近から走り去った中年の男性が近所の住民に目撃されている。若菜さんの帰宅理由。若菜さんが友人に帰宅理由を濁した理由は3つ考えられる。1つ目は、若菜さんは小さい頃からバレエを習っており、毎週水曜日はバレエ教室でレッスンに励んでいた。事件当日の10月27日水曜日も、母親の A さんに車でバレエ教室へ送迎してもらうことになっており、この日は翌1994年2月のバレエ発表会で若菜さんが着る舞台衣装がバレエ教室に届いていた。若菜さんが出演する予定だった演目はスコットランドの妖精物語シルフィード。若菜さんは数人で演じる妖精役で、衣装はチョチという白の長い衣装だった。若菜さんがバレエのレッスンで早めに帰宅したいなら、友人に帰宅理由を濁す必要性は基本的にないが、友人に自慢話のような感じで言うのを嫌ったのなら、言葉を濁した理由も一応論理的にはおかしくない。中学生は思春期で多感な年頃だ。ほんの些細なことで友人との間に亀裂が生じ、
いじめに発展する場合も往々にしてあるからだ。二つ目は、若菜さんが誰かと家で会う約束をしていたことだ。会う約束をした相手が友人に話せない場合は、帰宅理由を尋ねられても言葉を濁すだろう。だが、犯人が残した遺留品と若菜さんが18時30分にはバレエ教室に向かう予定や、母親である A さんの帰宅も踏まえると可能性は低いと感じられる。なぜなら、犯人が吸ったとされるタバコは2本。時間にしておよそ10分だ。しかも缶コーヒーまで飲み干して灰皿代わりに使用している。若菜さんが帰宅した時間は若菜さんの足取りで検証した結果18時5分と推定した。その後で犯人が若菜さんと共に家に上がりタバコを吸うなどしたなら時間的にかなり厳しい状況にある。無論若菜さんが帰宅するまで犯人が駐車場でミニカトッポに乗車して待ち続け、その間に缶コーヒーを飲み干してタバコを吸うなどしたなら時間的な厳しさは発生しない。吸い殻が入った缶コーヒーを犯人が若菜さん宅へ上がる時に持ち込んだとも考えられる。しかし若菜さんはその後にバレエ教室でのレッスンが入っている。また母親の A さんは寄り道をして帰宅が遅れていたとされているが、若菜さんはそのことを本八の兵器で友人たちと別れた時点ではまだ気づいていない。ここが重要なポイントとなる。すでに母親が帰宅していると思い、18時30分にはバレエ教室でのレッスンに行かなければならないのなら、こんな時間がない状況で、犯人と待ち合わせをして会う約束など普通はしないだろう。また、SNS 上の一部で提唱された若菜さんの怨恨説や、犯人が若菜さんの彼氏で浴室などの窓から侵入し、家で若菜さんを待っていた説も可能性が低い。若菜さんが遠行や彼氏と相引きをしたいなら、わざわざ母親が帰宅しているかもしれない自宅で会うよりも人気がない別な場所で会う方がリスクは少ないからだ。家庭教師や三者面談的な待ち合わせ説も先日した指摘で無理が出てくる。三者面談の約束なら母親の A さんが寄り道をして遅れることはしないだろう。まっすぐ自宅へ帰宅するはずだ。また三者面談なら話をするには時間がなさすぎる。日を改めて実施するのが自然だ。家庭教師の説も同様だ。わずか十数分しかなく、しかも若菜さんや A さんが帰宅していない場合、犯人は外で待つことになる。仮に犯人が若菜さんの家庭教師だとして若菜さんと示し合わせて窓から忍び込んだ場合、母親の A さんと鉢合わせになるリスクがある。スケジュールとしても若菜さんが18時30分にバレエ教室のレッスンに向かう予定が入っている日に、若菜さんを教えるために犯人が来訪するのは母親の A さんがいぶかしく思うだろう。そもそもそうした予定を A さんの方で入れないはずだ。したがって若菜さんが犯人と会う約束をして言葉を濁した可能性は限りなく低いと思われる。私の個人的な考察としては、3つ目の帰宅理由が一番可能性が高いと思っている。それは、事件当日に若菜さんは犯人と会う約束をしていなかったが、自宅に来訪している可能性が高いと思って、犯人と話をするために帰宅を急いだことだ。氷室英介の考察。ここから話す考察は、あくまでも私の個人的な考察で、可能性の一つであることを承知した上で聞いていただきたい。若菜さんが帰宅を急いだ理由が犯人に話があることならば、その内容は若菜さんが母親と犯人との関係を疑っていた可能性があるということだ。そのヒントとなったのはタバコだ。宮古家にはタバコを吸う人物はいない。犯人が強盗目的で宮古家に侵入したのであれば、室内が荒らされていないのはもちろん、缶コーヒーを飲んでタバコを吸うなどの余裕はないはずだ。何より強盗目的なら金品を物色してそれを盗み、一刻も早くその場を離れたいと思うからである。また、若菜さんや母親の A さんへの強姦目的で窓から侵入したのなら、缶コーヒーを飲んでタバコを吸いながら二人を待ち構えていたことになる。缶コーヒーは宮古家にあったものか、それとも犯人が持ち込んだものかは定かではないが、家には食器など灰皿代わりになるものはいくらでもある。犯人が食器などを汚すのを嫌って、わざわざ缶コーヒーを飲み干して、灰皿代わりに使用したということはないだろう。また、
強姦目的だと若菜さんが早めに自宅へ帰宅したがったことに論理的な説明ができなくなる。本事件の犯人は宮古家の行動パターンをある程度把握していた人間だと思われる。その理由が、事件発生の約2ヶ月前に若菜さん宅の裏手にある駐車場に無断駐車していたミニカトッポだ。このミニカトッポは事件発生時も駐車場に無断駐車されていた。つまり若菜さんは犯人が来ていることを疑って帰宅時間を早めたと思われる。さらに缶コーヒーを灰皿代わりにしていたということは、犯人は宮古家には喫煙者はいないことも知っていた。少なくとも犯人は母親の A さんがタバコを吸わないことを知っていた人物になる。つまり本事件の犯人は母親の A さんや若菜さんと顔見知りの男性と推測する。若菜さんが心臓を鋭利な刃物によって一突きで殺害されていることから、女性による犯行とは考えられないからだ。若菜さんが疑念に感じたとするならば、その理由はタバコの匂いだろう。タバコの匂いは室内などの密閉空間であれば消えにくい。これは空気がこもるとタバコの匂いが残りやすいためだ。犯人が事件発生の約2ヶ月前に母親の A さんと知り合い意気投合したと仮定するならば、宮古家によく来訪していた可能性も想像に難くない。若菜さんと母親の A さんとの間にこうした会話があったならどうだろう。ねえお母さん。え、何？今日あの人来てたの？え、来てないわよ。お母さん、あの人、お母さんのことが好きなんじゃない？バカね、何を心配しているの？あの人はとても親切な人なのよ。若菜だって親切にしてもらっているでしょう。タバコの匂いが6畳居間などにこもっていた状態で、A さんが犯人の来訪を否定したならば、若菜さんが二人の関係に疑念を感じたとしても不思議ではない。もし犯人が A さんに対して少なからず好意を持っていたならば、犯人は若菜さんがバレエの発表会で着る衣装の費用を負担したり、バレエ教室への送迎なども行っていた可能性がある。しかし、犯人がそのような手段に出れば出るほど、その思惑を感じた若菜さんは犯人に対して強い嫌悪感を抱く。若菜さんが A さんにその嫌悪感を伝えても A さんとしては否定し、若菜さんの訴えを無視するだろう。若菜さんの中では嫌悪感が晴れず増幅して、事件当日に犯人に対して直接、もう私たち家族には関わらないでほしい。こうした旨を伝えるために、若菜さんは友人に言葉を濁して帰宅時間を早めたのではないだろうか。バレエの衣装が届く事件当日の10月27日に犯人が宮古家に来訪する予定を若菜さんが知っていた。または犯人が来訪する可能性が高いと若菜さんが思っていたなら、論理的に整合性がある。まさか友人にお母さんに好意を持っている男性がいるからその人と話をしてはっきりさせるとは言えないだろう。こうした理由ならば、若菜さんが友人に言葉を濁したのもよくわかる。もちろんそうしたことがあった場合は他県にいる父や兄に相談するだろうが、あくまでも若菜さんの疑いだけで決定的な証拠がない以上、いたずらに不安や心配をさせるだけだから、相談したくても相談できなかったであろう。もう一人の兄である D さんはまだ16歳の高校生。若菜さんとしても D さんは頼れる存在ではなかったかもしれない。早めに帰宅を急いだ若菜さんが自宅近くまで来て駐車場に停車してあった犯人のミニカトッポを確認した場合、自宅に明かりがついていないことを不審に思ったのが考えられる。なぜならこの時間が18時5分だとすると、母親の A さんがすでに帰宅しているはずなのに、家の明かりが全くついていないのはおかしいと若菜さんが感じるはずだからだ。そうなると若菜さんの遺体の傍らに小型の包丁があったことの説明がつく。若菜さんが玄関を静かに開けて中の様子を伺い、人がいる気配を感じたとしたら、台所から小型の包丁を取り出してポケットに隠しただろう。これはもちろん自己防衛も兼ねた相手への威嚇や牽制の意味もある。若菜さんが大型ではなく小型の包丁を選んだのは、ポケットに隠しやすいなどの利便性からだろう。宮古家は5人家族の家庭だ。その台所に小型の包丁1本しかなかったのは考えにくい。また、この小型包丁から宮古家の人間以外の指紋は検出されなかったとすると、
犯人が凶器として使用しなかったのも整合性が取れる。したがって若菜さんが小型包丁を持ち出せるタイミングはこの時を置いて他にない。なお犯人が使用した凶器については後に説明する。小型包丁をポケットに隠した若菜さんは相手に気づかれないよう気配を殺して忍び足で六畳居間へ向かったことが考えられる。そして六畳居間を開けて気配の正体を確認した若菜さんは愕然となって頭の中が一瞬でパニックに陥ったことが想定される。そこには犯人と母親の A さんが室内の明かりもつけずに二人だけでいたからだ。夜に差し掛かる時間帯に大人の男女が明かりもつけずに室内にいればあらぬ考えが頭の中をよぎる。そうした疑念に駆られた人間ならなおさらだ。 A さんが寄り道をして帰宅が遅くなった詳細は不明だが、青森県警捜査本部は A さんに対して何回も任意での事情聴取を行っている。無論捜査本部の刑事たちも A さんが犯行に及んだとは考えていなかったが、なぜ事件当日に寄り道をして帰宅が遅れたのか、何時までどこで寄り道をしていたのか、それを証明するものはあるか、本当に犯人に心当たりがないのか、事件当日における A さんの行動などに関して同じことを何回も聴取したと思われる。もし万が一犯人と A さんが明かりもつけずに六畳居間にいたとしたら、親密な雰囲気だったことも想定せねばならない。無論明かりをつけるのを忘れるほど話に夢中だったとも考えられる。いずれにしても犯人に対して嫌悪感を抱く若菜さんがそうした光景を目の当たりにしたのなら、激高してポケットから小型包丁を取り出し犯人に向けて、このことをあんたの家族や会社に言いつけてやる。もう二度とお母さんに近づくな。二度と家に来るな。若菜さんが犯人に対して小型包丁を突き出してこうしたことを言ったならば、犯人も逆上して怒りが爆発したと考えられる。理性を失った犯人が若菜さんの手を掴んで小型包丁を振り落とし、近くにあった粘着テープで抵抗する若菜さんを縛った。近所の人が聞いた若菜さんの助けてという叫び声はこの時に発せられたものだと思われる。なぜなら犯人が粘着テープで若菜さんを縛った時に口も一緒に塞いだと考える方が自然だからだ。また刺された時に若菜さんが致命傷の傷を負っている以上意識はなかったはずだから粘着テープで口を塞ぐ必要性もない。若菜さんは必死になってその場から逃げ出し、玄関のガラス戸を割って近所の人に助けを求めようとした。若菜さんを追ってきた犯人が台所にあったもう一つの大きな包丁で若菜さんの心臓を突き刺した。凶器は最初から犯人が持参していたとは考えにくい。その理由は粘着テープで縛られた若菜さんを玄関で刺していることだ。犯人が若菜さんに殺意があったのなら縛った時点で持っていた刃物を使用し殺害していただろう。その方がリスクは少ないからだ。にもかかわらず玄関で刺したということは犯人が台所に置かれていたもう一つの包丁で若菜さんを刺したということになる。刺した包丁はすぐに抜かず栓の役目を果たし、若菜さんの着ていたジャージが血を吸収したと思われる。ジャージの生地には水分を吸収する機能があり、一般的にポリエステル 80%、綿 20% の材質で今も多くの学校で採用されている。現場の血痕が玄関と遺体があった母親の寝室の2箇所しかなかった理由がこれだ。その後犯人は心肺停止状態となった若菜さんを引きずって母親の寝室に運んだ。若菜さんのズボンや下着が脱げたのは強姦目的や偽装工作ではなく引きずった際に発生したものと推測する。一方母親の A さんは犯人の蛮行に恐怖で体がすくみ動くに動けなかったことが考えられる。犯人は若菜さんの体から凶器を抜き取り A さんに向けて、今日のことは警察には絶対に言うな。もし言ったらお前は家族を殺す。 A さんを脅して裏手の駐車場に近い窓から逃走し、駐車場に止めていたミニカトッポで現場を離れたものと推測する。また若菜さんの下半身を座布団で隠したのは A さんだろう。このような姿で若菜さんが何人もの男性警察官や救急隊員に見られることを不憫に感じて座布団で隠した。これは母親としての母性本能だろう。以上から本事件の謎は考察できても、これらはあくまでも推測の域でしかない。母親の A さんが新聞出版社に寄稿した事件における感想文がある。
その感想文を読むと、 A さんが母親として若菜さんを守れなかった責任の痛感と苦悩が伝わってくる。亡くなられた都若菜さんのご冥福を謹んでご祈りいたします。合唱。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、コメントの方をお願いいたします。氷室英介。